はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日よりドラクエ4コラボイベント第3弾、それからローソンコラボ来ておりますので、早速やっていきたいと思います。ガルネ村長、今日もいい天気じゃ。たまには村を散策するのも良いの。ローソンに行くのかい。なんじゃこの建物は。見たことない建物じゃんの。いつの間にできたんじゃ。マジローソン。ただの建物ではなくお店か。見たことない商品ばかりじゃんな。こっちは美味しそうな食べ物もあるの。いらっしゃいませ、イブリ村の村長ガルネさんですね。お待ちしておりました。こちらの商品をオルクステラに広めたいと考えております。そのためにぜひガルネさんに力を貸していただければと思います。それなら協力するぞ。村おこしにもなりそうじゃ。おい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 、すごい。ちょっと待て、ツッコミどころ満載なんだが。ローソン開催中。ローソン開催中です。ローソンのまずイベント、ローソンキラマロード1、それから普通にドラクエ4だな。ローソンあんの？ある。ローソン行く？ローソン行くか。ノーマル長い。ローソンコラボイベント、クエストクリアしてローソンクエストキラーマシン2を仲間にしよう。ローソンメダル集めてアイテムと交換しよう。マジか、行くか。じゃあ勇者乗り込んでいくか。てっちゃん、スラクター、こっちなの早くついてくるの。もうな、そんなに急がなくても全くついてくる気に身にもなってよ。到着なの。ほら、謎の建物があるの。はあはあ、確かに見たことない建物だね。いつの間にできたのかな。とりあえず中に入ってみるの。モナンのだってもう絵がついちゃってない、ローソンに。いらっしゃいませ、モナンさんとスラクトさんですね。なの？縞模様のキラーマシン2なの。本当だ、見たことない格好だ。で、なんか様子変じゃないか。ガルネさんから話は聞いております。これよりアルバイトの面接を始めます。開店準備。あれ何持ってんの？あれ唐揚げじゃないよね。つくね棒みたいなやつ持ってるよね。さいならしょっぱな落としてやったよ。ちなみに今使っているキャラクターたちは 2.5 周年で来てくれた仲間たちでおります。これなら申し分ないですね。お二人にアルバイトとして頑張っていただきましょう。アルバイト、それってこのお店に手伝うってことでいいのかな。よく見たらいろんな商品が置いてあるの。美味しそうなものがいっぱいなの。おお、ガルネ村長も、その商品をオルクステラに広め、村の発展につなげるのじゃ。ほれ、お主らの制服じゃぞい。いいですね、似合ってるね。ふふふ、たくさん売りさばいてお金持ちになるの。ほら、スラクト、知恵を貸すの、頼りにしてるの。はあ、しょうがないな。とりあえずどんな商品があるか確認していこうか。チキンだな。チキンにケーキじゃない、あとあのロールケーキみたいなやつ。ここまで作り込んでると思わなかったな。1個ぐらいクエストやっておしまいかなと思ったけど、作り込んでんね。たくさん商品があって目移りしちゃうね。店員スラクト、一部の商品を押した方が分かりやすいかな。頼んだぞスラクトよ、イブリ村に来てくれないと村の発展には繋がらんのじゃ。うん、任せて店長、試しに近くに村に行って売り込んでみるよ。そういえばモナンはどこだろう。スラクトがあれこれ考えてる間に商品について調べたの。口の周りにクリームがついてるよ、商品の中食べちゃダメじゃん。美味しそうだったからって。違うの、商品について詳しくなるためなの。はいはい、そういうことにしてあげるよ。で、いい商品は見つかった？
プレミアムロールケーキがいいと思うの。甘いものが好きなモンスターにたくさん売れるの。ふわふわとした食感に虜になるの。スポンジとクリームの相性が最高なの。じゃあ一応商品の販売はモナに任せるとして、僕らで他の商品を扱おうか。かしこまりました。商品の準備をしていきます。準備ができたら出発。盗賊に絡まれた時とは焦ったけど、どうにか無事に着いたね。気合い入れて売り込んでいくの。いらっしゃいませなの。ふわっとした口づけに程よい甘さ、クリームがマッチしたとっても美味しいロールケーキなの。あら素敵なロールケーキね。こちらもいただこうかしら。甘いものまで売ってるのか。おいら甘いものに目がなくてさ。ふふふふ、他にも甘いものはあるの。食べてみたかったらイブレムラまで来てみるといいの。そんなこと聞いたらギブル村に通わないとな。他のスイーツも楽しみだぜ。あの調子なら問題なさそうだね。それにしても誰にしてるとか言ってたけど、僕より商売上手なんじゃないかな。金儲け上手だな。あとローソンメダルでスタミナ層みたいなやつ、唐揚げくんのもらえたりするんだよね、多分ね。あとオーブもあんのかな。何？あ、ナレーション。時は少し経ち、売り上げはだいぶ好調なようじゃ。周囲の村からイブリ村を訪れるモンスターもだいぶ増えたようじゃ。店長は次の展開を決めたの。今度は町に宣伝しに行くの。おう、今度は何を売り込んでいくんじゃ。町カフェコーヒーを、町カフェコーヒー、あ、そうかもしんない。ローソンって言ったらそうかもしんない。売り込むの。スラクトが機械の扱い方をマスターしたの。これで美味しいコーヒーを届け、お届けできるよ。早速町に行こう。美味しいコーヒーなの。コクとうまみのバランスが完璧なの。仕事は勉強の合間に一息つきたいときや集中したときに、マッチカフェコーヒーはいかがですか。なんだあいつらは。服装見たことないしな。コーヒーなら喫茶店でいいんじゃねえか。わざわざ買う必要はないだろ。100円だよ、100円。誰もやってきてくれないの。というかみんな怪しまれてるの。お前たちここで何をしてる。警察隊長、こいつらを取り囲め。警備員たち、入れたてコーヒーが100円で飲める。で、店舗数もあれば近くで飲める。それが魅力ですよ、マッチカフェコーヒー。マッチカフェスイーツも あのプレミアムロールケーキもそうなんじゃないの。そんなイメージがあったけど。この後あれだな、コラボ商品を買いながら行ってみるしかないな。ナイス。こいつらなかなかやるな。それにしてもあの機械、一体何に使う気だ。油断するな、何かしてくるぞ。タッチパネルを操作して少し待てば完成。はい、モナンできたよ。スラクトありがとうなの。そんなにピリピリしないで、コクのあるマチカフェコーヒーを飲んで落ち着くの。む、そこまで言うならいただこう。私はコーヒーは少々こだわりがあってな。何？バランスのいい味わいがコクもある。これは素晴らしいコーヒーだ。コメントが浅かったけどな。
コーヒー好きの隊長ここまで言うのか、俺にも一杯もらえるか。もちろんならスラクト、追加でマチカフェコーヒーなの。商売上手だな、やっぱり。ふう、今日もいい仕事したぜ。うん、ここの行列なんだ。今朝商売でやってきた連中がいるんだが、どうやらコーヒーが美味しいらしくてな、あの警備隊長も認めたらしいぜ。マジか、それは並ぶしかないな。一悶着はあったが住民からは受け入れられ、後日マチカフェコーヒーを求める多くのモンスターがイブリムラを訪れるのであった。ドロップキャラはいないのかな。早く仲間したいよ、キラマシン。回転準備したいよ、それで回転準備。一方その頃、さらに時は経ち、少しずつローソンの商品がオルクステラに知れ渡っていた。村おこしとしては大成功じゃ。これもモナンとスラクトのおかげじゃな。しかし町から訪れるには少し遠いし、この村だけでの販売は限界があるの。そうじゃ、町にお店を作ればいいのか。新商品の販売はモナンたちに託して、わしは町へ交渉に行くのじゃ。おいモナン、スラクト、話があるから手がいたら来てくれ。ということなんじゃ。新商品の販売はお主らに任せたぞ。もちろんだよ店長、僕たちが開発した新商品だからね、いっぱい宣伝してくれよ。そろそろ船の時間なの。それなのにスラクトが戻ってこないのね。ごめんごめん、積み荷の確認と商談の段取りに手間取っちゃって。しっかりしてほしいの。大陸か、この辺なんかさ、もうなんつうの、ドラクエ感が失われてる気がするんだけど、いいのかな、世界観は大丈夫かな。ふふふ、商談に成功したら大お手軽なの。きっと大金が手に入るの。僕たちはアルバイトだから大金が手に入るとは思えないけどね。ゴーンゴーン、出発の時刻になったみたいだね。てっちゃん、道中の護衛はよろしくね。船の上の船頭、ああやっぱそうか、誰が出んの、デンタクルス君の、マジ。いや昔はな、船での旅といえばダイオウイカだったんだよな。ダイオウイカ4体、絶望でしたよね。船に乗るのが怖かった。てちゃん助かったの、ありがとうなの。ふう、ようやく着いたの、スラクト。早速交渉に向かうの。商談を受けていただきありがとうございます。僕たちはこちらの商品をこの町でも広めようと考えています。噂は聞いている、かなり好評なようだよな。接種を持ってきているの、スライムウォーターラムネ風味タクトバージョン。あ、これ売ってるってことだね。ラムネ風味のすっきりした味わいが売りの特製ジュースなの。この町か、港町にぴったしなの。ふむふむ、それならこの町でも受け取って、受け入れてもらえるだろうな。それ以外にもお弁当やおにぎり、菓子パンなどの多くの商品を取り扱っており、ふう、ローソン商品のいい噂が届いてたおかげで商談もどんどん拍子で進んでったね。新商品の反応も良かったし、この町でもローソン商品が受け入れられてもらえそうで嬉しい。さあ、いよいよここで来ますね。あ、違うか、ここで仲間になるんじゃないの。仲間はあのトップのとこにあったやつか。もう仲間になってんの。
ただいまなの、無事に商談を終えてきたの。お帰りなさい、ガンネ店長がお待ちになっております。わかったの。二人ともお疲れ様じゃ。戻ってきて早速で申し訳ないが、町での交渉を引き継いでほしいんじゃ。引き継いでほしいってことは途中までうまくいったのかな。お店の許可は取ったのじゃが、土地の管理者との交渉がうまくいっていなくての、力づくでやっちまいなってこと。実際に町に行ってお客様とやり取りをしたお主ならな、説得できるんじゃないかと思ったわけじゃ。そういうことなら任せるの。これで戦闘でしょって言ってよくないよ、そういうやり方は。この土地が欲しければわしらを納得させてみるんじゃい。商品の説明は私がするの。スラクターローソンについて説明するの。任せて、お客様からの評価も合わせてローソンについて熱く語ってみせるよ。力づくで。そこまで言うなら途中譲ろう。なんか吉本新喜劇になってきたな。今日はこのくらいで勘弁しといてやろうみたいな。新しいお店完成なの。これからはこの町に慣れ親しんでもらえるように頑張らないとね。ワナさん、スラクトさん、豪国に参りました。近隣の村や先日商談を終えた、港町など各地の販売だけでは携えないほどローソン商品が大人気のようです。その結果、多くのモンスターがイブリ村に訪れています。それはよかった。これで店長の目標だった村越しも達成できたと言ってもいいよね。それがですね。まったく、スラクト、何を聞いてるの。大勢のモンスターが押し寄せてきてるなら、店長だけだと対応ができないの。あ、それはそうだね。ごめん、浮かれてたみたいだ。お客様の要望に応えるためにイブリ村総出で接客しないとなの。急いで戻るの。最初は売り上げ売り上げって言ってたのに、モナも成長したんだね。僕も頑張らないと。ここでおしまいでいいのかな。一緒だよね、一緒だよね。話が続いていくってことないかな。大丈夫かな。はい、というわけでローソンコラボですね、イベントクエストをやってみました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。